3本目終わってなんですけど、やっぱスタビない方がノーズ入る感じがあります。ただでもやっぱりちょっとプッシュアンダーっぽいところもあって、で、そうだね、やっぱセクター3はどうしても結構アンダーっぽい。もうコンスタントにやっぱり両方24秒入れたいっすね。で、やっぱりどうしてもアンダー傾向強いので、フロントのバネを18から16に落としました。はい。で、今日サポートも来てくれてるんで、もう30分ぐらいで終わって。で、車高もね、両方3ミリずつしか落ちなかったので、で、まあ前下がりになる分はいいなと思ってるんで、このままちょっと、16キロにダウンしてちょっと前下がりになって4本目挑めるので、それでちょっとベスト更新したいなっていう感じです。今日ベスト更新してないからね、1秒216だもん。ベスト1秒214だからね。俺セクニのベストは更新してるけど、いや各セクターのベストずつぐらいはね更新したかったんですけど、全然ダメですね。もう気温上がってきちゃって、で最高速もやっぱ178は多分これ3本目はね、あのウォッシャー吹かなかったんですよ、インタークーラー。そうするとやっぱちょっと1キロぐらいは変わってくるかもしれないですね、この表を見ると。いやーちょっとマジで不甲斐ない、0秒入らないのはマジで不甲斐ないな、本当に悔しい。ちょっとでも突っ込みすぎてるところあります。やっぱりもうちょっと冷静に戻って、もうちょっとしっかり曲げるっていうのをやりたいなと思います。大量に。
最後のヒート終わってちょっともう全部片付け終わってもうちょっと移動しちゃったんですけど、フロントあの 16K に変えて、ノーズの入りっていうかクリップ付近でのなんだろう荷重の抜けみたいのがだいぶ少なくなって、なんかすごい良かったですフィーリングは。まあ、タイムこそ出てないものの、まあ、フィーリングがすごい良くてブレーキリリースができるというか、まあ、しやすいというかリリースしてもグリップが抜けないというかで、そんな感じで、変に柔らかいとか、まあ、ロールオーバーとか、まあ、そういうのはなかったですね。もっと欲しいっていう感じではあるんで、リアも16にしちゃうのか、フロントもまたさらに14に落としてとか、ちょっとやっぱどんどん戻していく作業が必要なのかなっていう。車重もさっき測ったじゃないですか。多分ガソリン抜きで1290何キロまでは軽くなってるんですよ。で、そういうやっぱり車重からバネ計算とかってやっていくとどんどん車が軽くなってるのに対してどんどん僕の場合バネレートをアップさせていってたので逆のことをやってたんですよね。どんどん軽くなっていくので別にバネとか上げなくてよかったんですけど、そのままで車重が軽くなっていってたから、なんでちょっとまたどんどん戻していく作業が必要なのかなと。で、あとはちょっとやっぱり他にまあ、根本的にもう2年前のラジアルの時の1秒出た時と本当なんか対して本当大差ないんですよ。タイムの変わり映えがパワーも出て車重もあの頃から考えたらまあ50あの時ドンガラし始めかまだ内装あったかちょっと覚えてない、ドンガラのし始めかな、リアデフしか入ってない時で車重多分50キロ以上は絶対重いはずなんで、それとあんま変わんないっていうのもなんかちょっとやっぱおかしいというか、なんか自分で運転しててもやっぱりなんか違うんですよね、車の動きが。なんかこんなんじゃなかったなっていう、やっぱり昔の感覚はないので車にどんどんやっぱ軽くなるって難しいとは思うんですけどね。ちょっと正直まだ答えが分かってないです。 TC1000 は TC1000 でなんか良かったんですけど、富士と筑波行ったら全然ダメだし、なんかまあ多分運転を、まあ一番大きい要因としてやっぱ運転がダメなのはあるとは思います。結構突っ込みすぎだったと思います。はい。それもあります、だいぶ。にしてもっていう感じではあるので、やっぱりちょっと来年に向けて、もう今年はほぼあんま走行しないでも、来年に向けてちょっといろいろ動きたいなと思います。ちょっとなんか諦めきれないんでやっぱりタイム出します、 VAB で。はい、ちょっとまあ最後にあんだけちょっと踏ん切りって言ってた中、まあ0秒台も見えずで、まあ結構ねやっぱいろんなとこで応援コメントとかもらったり、まあみんな応援してくれたり、ちょっと期待してくれてたりとか、いろいろ、まああったと思うんですけど、それにね、期待に応えられなかったのが、本当に悔しいというか、情けないというか、なんかこの、まあパッ
ゲージというか、ここまでやった VAB で、こんなタイム出ないのもなんか本当にちょっとまあ、情けないを通り越してちょっとまあ恥ずかしい息ですよね、本当に。ちょっとなんか、恥ずかしくて、外も歩けないみたいなさ、なんか、ちょっと、いや本当になんか恥ずかしい限りですね、本当になんか。もうなんかね、本当嫌になっちゃうね。はい。でもやっぱりもう諦めたらそこで終わりなんで、まあ正直タイム、あいつ出なかったなって、多分思われてるとは思うんですけど、まあ諦めなければ必ず、まあ新しい未来というか、道は必ずあると思うんで、まあとにかく諦めないで、ちょっと前に突き進む。まあそこに答えがなくても、まあ通ってきた、経験したことは絶対に次に生きるはずなんで、いやー本当に、ちょっと、頑張りたい。はい。という感じで、まあ、今シーズンの TC2000 はもう多分走らないんで、筑波はこれにて終了という感じで、去年のベストも更新できずにね。いやー非常に悔しくて残念ですが、以上です。